はい、こんにちは、くんです。やっていこうと思います。前回ですね、すいません。音量がだいぶ悪かったんですけど、今回からはちょっと音量の方を調整させてもらったので、だいぶマシになったかなと思いたいんですけれども、どうでしょうか。若干ですね、ちょっと今後もなんか音がガバってたりすることもあるかもしれないので、その際はちょっとぜひ教えてください。まあ毎回ね、ちゃんと一応見直しはしてるんだけど、見直さず投稿してることもないことはないので、はい、すいません。私の不徳の致すところではありますので。はい、じゃあ、ちょっと入っていくか。まずは、まあ、いつも通りですね。いつも通り鉄砲を2段打ち、あ、3段打ちにしようかな。2段だね。最初の1段は2段でいいんですよ。はい、マッシュルームを植えましてと。マッシュルームがなかなか、よし。ちょっとなかなかね、この最初の方はたまらないので、植えきれないんですが、3×3 か。あ、3マス、3列分とりあえず、キノコ置くのが俺的にはいいかなと思ったんで、3列分今置いてます。でね、今回はね、やっとね、2のね、いくつだ ?2 の8か。2の8まで、来てます。2の8だよ。やっとあと2マップ、あとこのマップとあともう1個のマップやったら、まあ終わりかなぐらいの感じかと思いますので、次は昼マップだと思います、確か。はい。ということで、前列に敷いてけ、前列に。二段打ちが完成するぞ。これね、思うんだけどね、0円だけでやれるんじゃないかと一瞬思ったけど、無理だね。せめて、味方に、ゾンビを味方にするキノコみたいなやつあるじゃん。あれがあったら、まあ、また別かもしんないけどさ。破格へ、むしゃ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 。はい、破格食わせましたと。で、お金も、お金ゲットして、枠拡張したいんだけど、なんか枠拡張もなんか言われなくなったよね。クレイジーなんちゃらとかやつが枠拡張しますかみたいなこと言ってたけど、なんか言われなくて、よし、これで。あれ?これもしかして一回こっきり?マジか。一回こっきりっすか。マジで?じゃあ、まあ、使うのもなんか微妙だなぁ。もう、あれかと思った、俺。もっとなんか使えるものかと思ったわ。何回も定期的にさ、フリーズかましてくれるものかと思った。こんなんだっけ?あれ?こんなやついたっけ?そもそもフリーズのやつは。なんだこいつ。うぜぇ。うわぁ、ちょっと待って、召喚されるぞ。早くやれ、早くやれ。よし、これでやる。あー、また読み返してるし、ちょっと、ふざけんな、マジで。よし。やったやったやった。エルビス・プレスリー、うざいな、だいぶ。ここまでほぼ0円です。もう半分過ぎたけど。まあね、途中でラッシュがまだ来てないからね、このマップは。とりあえず、墓食いします。むしゃむしゃ。墓掘りグール。墓掘りグールで思い出した。遊戯王とか懐かしいよね、かなり。遊戯王とか今やってる子いる?やってないんじゃない?みんな。どうなんだろうね。いやー、もう懐かしいよ。なんか、聖なるバリアミラ放送懐かしいですね。それ遊戯王カード取るやついるよな。盗っといたよね。なんかすぐなくなる。こいつと遊んだら遊戯王カードなくなるみたいなのあったわ。あ、やべえ、むしゃられてる、むしゃられてる。いやー、これすごいぞ、この、ある意味壮観だな。0円だけでここまで。頑張れ。よーし、来たこれ。ドゥルーン。うわー、いっぱい来た。まずいですよ。ちょ、これ、パックンフラワーの増産。これはまずい。あれ、これ、本当にやばくない？これ、下から2番目のレース、やばいぞ。突破されてる。ちょっと待って。これやばい。壊してと。で、置くと。これで。あー、パックンが、俺のパックン死んだ。ちょー待て、ふざけんな。よし。あー、こういう時にフリーズ使うのか。こういう時はフリーズですね。よーし、やったぜ。あ、フリーズいいかもな。なんだこれ。あ、これ爆発するやつか。またこれも一瞬で終わるケースか。あー。一瞬で終わる系あんま好きじゃないんだよね。まあ、さっきは、助けられたけど、できれば置くやつの方が俺は好き。まあ、せっかくだし使うけどさ。こんな感じですかね。パーティーはいつもの感じで。うわ、墓多いな、今回。
手前に墓掘りグールしなきゃ。またいつも通り三段打ちでかましていきますよ。この実況も、てかこのゲームってマップどれぐらいあるんだっけ。いつになったら終わるんだこれ。そういえばプランツ&ゾンビーっつって、プランツバーサスか。まあ5面ぐらいまでだったらいいけど、10面とかまであったらかなりめんどくさい。頑張れ一番下の段。結構でもこのゲームって難易度的にもちょっと優しいよね。前も言ったけどリュウニャン向けのゲームな気がする。よしよし、ルール分かりやすいよね。右から来て左に流すからさ、ルールが非常に分かりやすくて良い。なんかなんだろう、もう優しいタワーディフェンスって感じがする。超優しいタワーディフェンス。確か5面ぐらいまでだったと思うんだよなこれ。ほれほれ墓掘れ墓掘れ、大丈夫かな1マスで。どうしよう、まだいっか。どうしようかなこれ。墓掘り頑張れ。あと左手がもげただけだ。右手をもげ。よし、オッケー。ただ墓掘りは必要であろう。むしゃ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 。これで墓掘りにもしたいけど、とりあえずまだ無料くん並べるのプラスあれするか。まだ無料くんでいいや。だいぶキノコ群も発展。むしゃ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 。もうちょっとなんかあれだよね、空飛ぶやつとか出てきたら怖いけどね。いたじゃん空飛ぶやつとか。だいぶそう思ったぞ。あとはだいぶきつくないかこれ。あー一個やられる。これ食われるぞ。食われた。そろそろ厳しくなってくるか。そろそろ0円ゲーミングじゃ無理かね。でこれラッシュが2回来るんだよな。1回真ん中ら辺でラッシュが来るから、0円じゃさすがにラッシュは防げないだろう。ゾンビ1匹でこのざまだからな。エルビス・プレスリーとか来たら多分無理だぞこれ。まあでもあえて0円ラッシュでしのぐのもありだけど、なんかボム使ったらいけそうだけどね。ボムゾンボムのやつ、あの一番左のやつね。さっき手に入れたやつ使えばもう655円にもなっちゃったよ。墓掘りむしゃむしゃ。この前のやってではあったけど墓掘りも潰されっからなこれ。あ、また一番下から2番目の段やばそうだな。一応パックン敷設しときます。2列並べときます。さすがにちょっとな何も策なしにラッシュに臨むのは怖すぎる。ちょっと生産体制間に合うかこれ。一番下の段と一番下から2番目がやばい。いきますか。いけ、ドブー。強いな。一掃したぞほぼ。このクレーターのところは確か置けないんだよね。もうしばらくはね、クレーターのところ置けなくなるから。強いけど、そう、爆発のやつ強いけど置けなくなるんだよしばらく。だから本当の必殺技みたいな感じだね。ああ、この楽しい、なんかもう何も考えずにこれやっちゃうね。このプランツ VS ゾンビーズはずーっとできるわ。永久にやれる多分これ。はい、これであと2列で陣容が整うぞ。大丈夫かこれ一番下の段。まあいっか、バックいるから2匹とも最悪大丈夫でしょ。壊しておいてと。結構さ、この前の実況の回ではさ、ブクブクブクってさ泡吹くやついたじゃん。泡吹くやつとか結構使えたんだけどさ。やばいやばいやばい、パックン置こう。これ危ない。
これは危険です。ワンチャン潰されっからな。よし、早く消化してくれよな。ほんとパックン大好きだ俺。このゲームパックンゲーと思ってんねん俺的には。うわやべえ、重い。あとちょっとでラッシュ来るね。ラッシュはどんなもんやろか。ブクブクいけ、ブクブクブク。あやばい、よしよしよし。ブクブクくんが潰されないでほしいな。前面にブクブクくんを置いて、ここはほぼブクブクくんにするか。あやばい、エルビスプレスリー来たぞ。エルビス来た、エルビス強え、エルビスうざい。食ったけどこれやべえんだよこれ。エルビスあかんあかんあかん、これあかん、これあかん。いけいけ、ブクブクいけ。ほんとやばいなこいつ、終わんねえじゃんマジで。エルビス本体やんねえとこれ無理だわ。いやでも大丈夫だ、いける。またつぼみが頑張ってる。よし、またつぼみ頭抜いた、いいねー、ナイス。その他の段は大丈夫そうか。しかもこれまだラッシュじゃねえんだよな最後の。結構ラッシュ怖いかもねこれ。よし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 、オッケー、来ますよ。やーべえなこれマジ。よし、いやこれ決まったわ、このボムやべえわ。あ、これお手紙か。まああなたの家にお菓子食いに行くわ夜みたいな感じで書いてるね、なんとなくで言うけど。で出ますよこれ、多分あれかな、特殊系ステージかなこれ。あ、やっぱ特殊系ステージだ。上に流れてくるやつをやる。そしてこれね、あの前ね、あのリスナーのコメントで気づいたんだけどさ、左まで行き着いたらこれ保存されるんだね。俺絶対使わなきゃいけないものと思ってたわ。違いました、すいませんでした。で、まずこの、おい一番下大丈夫かこれ。おい早く来いよ。これどうする、使うかこれ。これ無理じゃねこれ。来ねえぞ。よし来た。いやでもこれじゃ間に合わねえな。これは間に合わねえ。もったいないが、使うか。もったいないが使おう。これは無理です。なんか、普通の、一番下も大丈夫かなこれ。足りるかな、これでいいや。で、墓食わせて。墓食わせるのあんまメリットない気がするけど。まあいいや、とりあえず墓食わせよう。余ってるし。いや、普通の来いよ、普通の。二段打ち。これで多分、コーン被ったやつもやれるだろう。あとは一番下から二番目か。これも、普通のでやれそうだね。こいつでいい。こいつでいこう。いいっすねー。いや、食われるね。食われた。最悪。マジか。ちょ、想定外だった。あんまこれのモードって食われるの良くないんだよね。兵隊の数が限られてるからさ、結局。あんま良くないことしちゃったな。いやー、ちょ待って。どうしよう。アイスクリーム使うか。いや、まだいける。まだいけるはずだ。まだ自分を信じろ。こいつはまあ貫通するやつだから多分やれるだろう。ブクブク貫通くんで多分殺せるはず。来てるね、後ろの方から。とりあえず、あと1しか買えねえからもう次すぐ使わねえぞこれ。よし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 、オッケーオッケー。下から2番目の段がちょっと心もとないな。全然いねえ。兵隊が。やべえ、エルビス来やがった。いや、これは容赦ないだろ。容赦なくこれだろ。それは許されねえって、エルビスは。で、エルビスの仲間も捕
ってと。いけー、エルビスの仲間これ弱いんじゃねこれ。あ、エルビスの仲間弱っ。速攻で潰されたわ。よし、並べよう並べよう。で、墓も一応食わせてと。墓、前線の方の墓食わしとかないで、いざとなった時にボムが使えないからね。お、いい感じだな。なんか、壮観だな、この紫軍団が揃ってて。これで一番上も大丈夫だろ。よし。あとは爆発、爆弾が3つもある時点で、多分、いけるかな。耐えしのげると見た。エルビス来い。爆破でぶっ飛ばしてやるわ。あー、それ来る？その、なんだよ、その、強いんだよな、こいつ。いや、ボムロー。ボムーン。よし。あれ、味方にしたらいいかもね。なんだっけ。今のアメフト選手のやつ。アメフトゾンビ結構味方にしたら強いかもしんない。すげえ並んでんな。それにしてもさ、一番下の台に並んだの、細いさ、なんか細長いキノコいるじゃん。あれ、ほんと使い物になんなかったよね。あれの使い物のなんなさは何だったんだろうね。マジで。よし。まだ全面に並べれるぞ。まだあとやっぱ、やっと半分ぐらいか。先は長いぜ。よし。よし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 。これで、いけるでしょう。氷。よし。これでいい。まだ氷は早い。でも氷ぐらい使っとかないともうなんか、いっぱいになってるからな。氷まだ全然一回も使ってないでしょ、これ確か。氷とかなくてもこと足りるんだよな、正直。ボムで。これは、置くべきか、置かないべきか。まあ、ラッシュに備えとくべきかね。食われんね、食われんね、食われんね。よし。あ、エルビス来た。ボム。エルビス来た時の即座のボムが受けるな。あ、これ、裏切らせるか。これ、一番下の段のやつ。ワンチャン。裏切りトマト、裏切りトマトでもできないね、多分これ。大丈夫かな、一番下の段。一番下の段やばくない？またエルビス来たわ。まあエルビスもボムで一頃やわ。よし、これ行こう。これ裏切りトマト行こう。よーし、裏切った。強くない？エルビスと殴り合ってる。あ、エルビス殺せるか。あ、エルビス殺した、強い。やばいな。これ終わり？あ、まあここからか。まだここからでした。すいません。並べよう。またエルビスキヨルが。はい、爆発でーす。これでだいぶ一掃したんじゃねえのか。ここ一つ置いて。ま、大丈夫だろ。これで終わりだ。やったね。これはなんか、あれだね。池の上に、池が出る、池マップの時に、池マップってか川があるマップの時に川に浮かべるやつだね、これは。その上に置けるみたいな。はい、川マップ来ました。ブブビュブブビュブブブブブブ。あ、じゃあ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 レイクに浮かべるやつ。やっと昼マップですよ。やっと夜マップもおさらばだね。ふぅ。ふぅって感じだ。よし。あとは、これを置いて。これの目に浮かべるか、ひまわりとかも。やっぱひまわりは2列は必要であろう。ひまわりは2列必要です。頑張れ。あ
ー、懐かしいな。なんかもうこのヒルマップのさ、このまたつぼみがもうすでに懐かしいんだけど。パチンパチン、どんくらい強かったかも覚えてねえや。もはやもはやどんだけ強かったかも覚えてないです。よし、やりきれたな。で、こんな一番上に置きますか。よし、 OK。 なんか楽だね。なんかすごく楽な気がするよ。あとはこの海の上にも浮かべとかないとな、綿つぼみを。敵が来次第でまあいいだろうけど、とりあえず3の1で1マップ目だから、おそらく簡単だろう、このステージは。ただこの上にこの置き上げ、浮き輪をさ置くコストが25かかるから、それが面倒だよね。若干それが面倒ではあります。浮き輪を置いてと。早くひまわりを量産したいんだ僕は。でこれを先に置いとこう。もうひまわり使えるんじゃね。よし、これであと 1マス分にまたつぼみ置けば完結かな。まだでも来ないね。一応置いときはするけど、なんか もはやこれだけでなんとかなりそうくらいの勢いあるよ。なんかもっとがっつり来ればいいんだけどね、敵も。これは特に俺は難易度選択はしてないよ。来たー、浮き輪ゾンビ来ました。バシャ、結構かわいいな、挙動がかわいい。あ、一番下やばいよこれ。一番下大丈夫かな、やばい気がする。なんか近寄られそうな気がするが、まあパックンフラワーを出せば大丈夫かな。バク、あーこれ真ん中の段やべえな、多分あれやりきれねえぞ。置いとこう。パックンフラワー隊の整備が急がれる。よし、あーほんとパックン大好きだわ。とんがりコーンがまた出てきてんな。パックンフラワー隊の準備がよし整った。オッケー、これでよし、 OK。 あ、ヒュージーウェーブゾンビはカミング。あ、ヒュージーウェーブでも何でも来てくださいよ。でもおお、浮き上がってきた。これ大丈夫か、真ん中潰せないだろこれ多分。バックンフラワーと水を置くか、まあいっか。あ、やばくねえか、ちょっと下の段。よしよし、やって。あとはここに一段置けば、これで後ろから来たあのとんがりコーンもやれるな。うむ、オッケー、食え食え、パックン食え食え、食らい尽くせ。よし、食らい尽くした。はい、なこれなんか知ってんだ、これなんかドッスンのやつでしょ。なゾンビ潰すんだよ。よし、ちょっとこの辺で終わっとこう。この辺に変わります。また次回ということで、またくんでした。お疲れ、バイバイ。一回ここで切るか。